いや、南部さん、打ってできてほしいな。野辺地ぐらいは残してやろう。一応、ラスボスとしては、柿崎よりかはこっちの方がいいからな。さあ、進め進め。石川城って、めっちゃいる。28人。もうちょい振り分け考えよう。あと、2人とか3人しかいないよ。あ、交渉いけるんだ。どうかな、今回応じてくれるか。ただ相手の兵糧もそんなにはないな。 どうせ4歳か5歳に行かせるか。ちょっとかわいそうだな、それは。もう知ってるよ。 一回顔合わせているから。28いるんだったらこれちょっとやってみたいな。おお、お受けしましょう。おお、あさりさん。ら、それ、1名ってらじゃない。これ、あさり勝つより1名だよ。赤子の手をひねるようなものよ。赤子はお前な。年が切り替わっているから、もう5歳ぐらいかな。じゃあ次は波岡御所。前進せよ。かわいそうだな。春正必要に狙われているな。けど、いい加減旅も起こっているんですよね。あ、焦っているのかな。飽きないよ、始めましょう。なんかやたら来るな。報告いたす。36系逃げるにしかずって本の名前なんだ。まあ、安藤さんがね、焦るのもよくわかる。宣戦布告。我が軍略お見せしよう。攻め寄せてきたなとって、この状況わからない。ここにいますよ。実は別動隊として編成させている。ならばいざ勝負。出陣する。芦名守氏さんは安藤を攻める。で、こっちの4歳か5歳になった義明は、引き続き南部攻撃。かしこまった。石川城3箇所もある。もう入れる武将もそんなにいないという。じゃあ高明と、時間はかかるが黒川ぐらいからはもう持ってはこれないか。会津新宮城ももう使わないからな。かしこまった。で、また交渉ね。で、こっちはこっちで、安藤高末かな。まあ、ぼちぼちか、絶好調でそこそこ強くはなっている。ただ全軍で迎撃しなくて檜山城は残している。まあ、もうだいぶ慌てているんだろうな。まあ、今のところ国衆将兵はまだ使わないんで、一旦置いといて、現存の兵力で、安藤を攻める。あいつ一部隊嘘でしょ。わー、ボコられに来たよ。まあ、お相手いたす。とはいえ、北さんは下げておいて、やっぱりね、お父さんいるからね。まあ、ある意味、父上か。で、あとは、マサザネ。マサザネ、中性ね、赤じゃないんですよね。こっちは金置いといて、の、見張り小屋置いてももう通るもんな。こういうのを使ってもいいですよ。全軍突撃40使うんだ。ま、手加減ってほどではないが、あとは残しておいてやろう。行きます。ご命令を。手を打ちましょう。
まあ我々の動きが、そこを見張り小屋を置いて我々の動きが分かったところで貴様の敗北は決まっている。じゃあもう壊すよ。敵の居所掴みましたぞ。お、見えたか。ご命令を。始めるぞ。皆の者、恐れるでないぞ。じゃあクノヘさんはこう。さあ行こうぜ。やりたい前へ。マサザネは命令に従ってくれるかな。まあでも忠誠は結構いいんで、多分ね、言うこと聞いてくれるはず。情けは無用。その通り、情けは無用。情けは無用。やりたい前へ。北さんちゃんと打っているよね。まあ、射程に入っていれば多分ちまちまは打てるだろう。さあ完全に包囲する。情けは無用。こう攻撃力を上げてくる。兵力はまだ2300あるんだったら采配を待ってもいい。やってやるぜ。よし、たまった。かかれ修羅となり。あ、しかも回想した。あ、なんかだんだんかわいそうになってくるな。できれば全力で来てほしかったんですけれども、まあいいでしょう。かかれ。一部隊だったらまだ損害は少なく勝てる。港城を落とした後、檜山どうだろうな。破れし者は朽ちるのみ。さあ制殺与奪、すべては勝者の思うがまま。あとは交渉だな。またお前かみたいな。27ちょっと難しいよね。これをやることに失敗すれば多分こっちの方も確率落ちるでしょうね。ダメか、講和会場か。じゃあ諦めよう。90日は交渉できない。78もそこそこか。包囲で3ヶ月ちょい。まあその間にこっちはこっちで安藤に攻め上がりましょう。あれ早いな。もらい受ける。高末さん入らないんだ。かたじけない。まあ港を安藤家かな確か。そんなルート通るの？観光、そこ観光しに来てるんじゃないのかな。港安藤家7代当主。あとはアモールのアモールの町のあの川、アモールの洞窟か、あれの川みたいになる川を真っ赤に染める花輪さんね。地下水はまだか。工場兵器は持っているんで、まあ2600いてもなんとかはなるんじゃないのかな。できれば撃って出てきてほしいよ。ああ、ついに一騎が起きる。報告いたす。これより表情を始める。これにて表情を終える。だいぶ体名も溜まってきた。ああ、後々のことを考えればこれあった方がいいかな。ゲチよ。まあ疲れ果てているのはわかる。波岡御所ぐらいは取りたかったんだがな。あ、でも交渉はいけるんだ。講和、あと援軍もいけるな。また側室、やっぱりともちゃんですよね。
やっぱり子供はいっぱい欲しいからね、側室で。じゃあ今度は冷え抜き。かたじけなく思います。よしよし、どんどん血縁を深めていく。冷え抜き家とも縁戚関係か。待機する。待機するんじゃない、ちょっと攻めましょう。手を打ちましょう。強行で一月ちょいか。まあ、波状槌を全部だに持たせている。やったか、また落とし穴よくかかるな。まあ、久野平正実ぐらいだったら簡単にはまるか。あいつバカだからな。よしよし、じゃあ非常しましょう。まあ、とどめを刺すまでは至らなくても、次で波岡取って、陸奥福島取って、で蝦夷に遠征する。大丈夫、兵力だいぶ少ないよ。報告いたす。リチ、波状槌を持っているが本当に落とせれるよね。ちょっと心配になってくるな。あーで、委任にしていたら特殊賞金は取った。はは、金銭収入も相当増えた。ただ今のところは軍馬が欲しい。ありがとうございました。本当に落とせれるかな。ある程度減ったら打って出てくる可能性って大きいですよね。あ、でも5分の0、みんなどこ行ったんだ。あ、もうちょいか。本丸がもう一息なんだよな。報告いたします。ご命令を。よーし、落ちた。ギリギリ、よくやったぞ。ただ武将は5人か。で騎乗。いや、やっと落ち着いたな。もう8100。いや、意外といるな。拠点2つだぞ、徳山と、あとはもう別。よし、じゃあ今回はこの辺にしましょう。次でまあここを落として、で蝦夷かな。だから最後の戦いは野辺地になるのか。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。